小杉勇は、日本の映画俳優、映画監督。作曲家の小杉太一郎は息子。息子の妻は漫談家の山野一郎の娘。宮城県石巻市に生まれる。石巻商業学校を卒業後、上京し、日本橋白木屋百貨店に就職する。しかし、1923年、日本映画俳優学校設立と同時に入学する。同期に、八木康太郎。 吉村蓮、東光寺などがいる。1925年、日活京都撮影所に入社する。当時の日活は、看板スターであった、鈴木伝明や岡田時彦などが去り、新しいスターを必要としていた。また、左翼思想の台頭などもあり、たくましさも兼ね備えた小杉が、新しい時代を象徴する存在として注目された。まず、1929年、新栄。 内田富監督の生ける人形で新しいヒーロー像を体現し、阿部豊の女性さん、村田実のるのこの太陽で傾向映画の新しいヒーローとして大一人者となった。その後、映画、限りなき前進、真実一路などの傑作に主演し、特に田坂智孝監督と組んだ路房の石や土と兵隊では重厚な演技を見せてナンバーワン男優の地位を 不動のものとした。戦後は映画監督に転じ東横映画、東映を経て、日活で数多くの娯楽作品を撮った。その一方、俳優としても他監督の作品にも出演した。1983年4月8日死去、去年79。残された資料は東京国立近代美術館フィルムセンターに依存されている。太字の題名は、 キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。